アさん、アウトトプットのいトいいじゃないですか。あの私もね堀江孝文さんのメールマガジンを今でも創刊号から撮っていてもう長いファンなんですけども実はあそこの質問コーナーにね広島でネットビジネスをしている即下塾の久保ですけどもこんな質問があるんですっていうふうにして質問をあげてで回答をもらうってことをね何回も繰り返してるんですよ。そしたらねそこからね、ね、こか堀江さんのの、メールマガジンを見て、あの 速化塾に興味を持ちましたみたいな方がいらっしゃって熟成になったって方の例にあるんですよ。でここ何年かの例だったら与沢つばさんの g j b s っていうね、あのー、株とか FX の投資スクールに入って、まあ、そこではコミュニケーションの時間があるんで,でその中で私もねいろんなコメント書いたんですよ広島でそっか塾を運営してる久保ですけども FX のスキルが上がって稼げるようになりましたこういうふうに勘違いしたことがこうだったと思いますとか。与さんはこういういな 経経験験あありりまませせんんんか、かああいう風な経験ありませんかという質問すするんですよねそうすると与沢さんもライブ放送でなんかシャンパン飲みながらとか答えてくれるんですよね。でやり取りを見た人があ「久保さんも参加されてたんですね」と「即果塾ってのはどうなんですか?」みたいな感じで来ていただいて即果塾にエントリーしていただくみたいなねそんなこともあったんですよ。で古くはネットワークビジネスの,なんかその説明会に行って参加者さんがね何人かいらっしゃる中で「質質問問のコーナーナがあるんで質問するんんでですすよこんにちは」とか言って。 で私は即歌塾広島で即歌塾を運営している久保ですけども今日の話とっても良かったんで早速帰って塾生さんに紹介しようと思います多分最初のアクションで30人から50人ぐらいはサインすると思うんですけども今日会場で知り合った方に私の即歌塾からねサインしてもらってもいいでしょうかみたいなこんなえげつない質問するんですこれ何が意味するかっていうとの参加者さんはそれぞれぞにサインするよりも 私がサインした直下にサインをしたらその下に速下塾の塾生さんがつくんじゃないかなっていうふうに想像するんでまあその質疑応答が終わった後にね私のところに名刺交換で並ぶ人がまあ増えるって形なんですよねで大抵次の日に私の事務所に来て速下塾にも入ってくれるって形なんですよだから、あのー、これねセールスの戦略の一つでもあるんですけどもみんな自分の利益によって動くんですよねあ久保さんがサインするんだったらその真下に自分の ポジションを置いてもらったら勝手に久保さんの紹介で出した即化塾の生徒さんが下にバッとつくんだっていうふうに思うわけなんですよ。だからそういうふうに思うし、私もあの組織を持っていなかったらそういうふうな旨みを吸おうと思うんで、そのか場でね、久保さんじゃあちょっとすみません、今日サインしようと思うんで久保さんの下につけてもらっていいですかってなるわけですよで。こういった人の心理は簡単にわかるんで、じゃあそれを使って自分でポジションを作って下に、えー、会場で知り合った人のポジションを取って、 でさらにその下に即家かのが塾さんをって形にするとあっという間にねこう組織ができるんですよねしかも利益を取れる組織になっていくんであとはどちらかというと一番ボトムになった人をどう協力していくかってことなんですよねそうすると私のメディアを通じて集客をしてボトムの人の直紹介をどんどん振り上げてあげることによって久保さんがどんどん新規さんをつけてくれるみたいな流れができるんですよねで私が行動をやめた瞬間その伸びっていうのは止まるんで 基本的にはネットワークビジネスって自分で集客しないといけないわけじゃないですかでそもそも私に集客を全部追っかぶせてるのはちょっと非現実的なんですよねそうなってくると縮んでいった時の責任はやっぱり広げなかった人たちにあるし自分が苦労もせずに下のポジションがついた人っていうのはね直紹介が私によってもたらされた人っていうのは結局久保さんがいないと何もできないってところに立ち返ってきてもう一回即可塾で一生懸命ビジネスをやろうっていうふうにネットワークビジネスはやめても本気で取り組むみたいな流れが起きると思うんですよで 種明かしをすればこういうことなんですけどもこのぐらいのことは誰でもビジネスをする人って思いつくわけですよね。で思いついたことを言うか言わないかやるかやらないかっていう差はできますけども私は思いつくからすぐやるしきち,ちんとねこういった形で私はあのボトムをどんどん強化していきますよっていうふうにサインしている方にお話しするんでいや久保さんがそこまでやってくれるのありがとうございますでも基本的には自分でやることなんで自分でも伸ばさないとダメですよとかいうこともお話しするんですよね。こうやってビビジジネネネススの、のットワークビジネスの 教育というのはできていくわけなんですけどもあのやっぱりねあのアウトプットが本当に大事なんですよアウトプットがねそれはね人のメディアにコメントを書くでもいいんですよそれは相当のアウトプットになるしコメントを書かれるとそのメディアを持っている人ってのはあこの人いつもコメント書いてくれるねみたいな感じで認識するからじゃあこの人コラボやろうかなっていう本当にこれね近くなるわけですよね私は基本的に私にズームの対談を持ち込む方には 全てお答えしてるんですけどもそれでもまだまだ少ないですからねどんどん対談しましょうよってあなたの商品私が紹介しますよみたいなね何だったらネットワークビジネスやって新規が出たらあなたの紹介で出せばいいですよ私は別にいらないんでみたいなね大盤振る舞いしてるんですよねこれを利用しないんだったら何を利用するんだかって話ですよねはいそれでまあウクライナの話ですけどもいや私不思議なことに気づいたんですけどもウクライナのね民間人の方が地下に逃れているらしいんですけども そこには消毒液もマスクもないしまあ下水道もないわけですよねコロナ終わったんですかねここは3密でなんかやってますけどどう,どうなってるんだろうと思いますよねまあもちろんそれどころじゃないのかもしれませんけどもなんか一体人間はコロナを恐れていたはずなのにどうしたんだろうかみたいなねちょっとそういうこと思ったんですよまあもちろんねそんねそな 感染症のことを気にしてるようなな状態じゃないからそうなんでしょうけどもでもあそこでパンデミック起きたらもう取り返しがつかないじゃないですかそう考えてるとねちょっとした結論なんですけども日本みたいな平和な環境だから今日感染者が何人出ましたみたいなことで一戦一挙できますけどもまさに今ね爆弾が落ちてくる落ちてないってことになるといやそんなリスクよりもこっちのリスクの方が怖いじゃんみたいにあのリアリティを傾ければ変わるんでしょうね。 で日本でも客観的に考えたら交通事故の死亡、ね、この毎日10人ぐらいの方が交通事故で死亡されてるって聞いたことがあるんですけどもちょっと正確な筋は分かりませんけどねそう考えるといや交通事故が起きるの分かっていて車を運転するリスクっていうのはどう考えるのかなと、うん、それマスクしただけで交通事故の死亡リスクは防げませんからねとまあいろいろと思う強この頃でしたいってらっしゃい